短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律。短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律。短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律は、短時間労働者の雇用管理等について定めた日本の労働法。通称はパートタイム労働法やパート労働法など。平成27年の改正により、 事業主の責務が強化された一方で、短時間労働援助センターの規定は削除された。本法の目的は、短時間労働者が少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、 通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保等を図ることを通じて、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、合わせて経済及び社会の発展に寄与することにある第一条を 本法で言う、短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される、通常の労働者一週間の所定労働時間に比し、短い労働者を言う、第二条。短時間労働者であっても特に適用を除外されない、限り、本法のほか、労働基準法、労働契約法など、労働各法の適用を合わせて受ける。この法律は、 国家公務員及び地方公務員、いずれも非常勤のものを含む、または船員職業安定法上の船員には適用しない第29条。国は短時間労働者の雇用管理の改善等について、事業にしその他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じて、これらのものに対し必要な指導、援助等を行うとともに、 短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている所要員の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする第四条一項。 地方公共団体は、全校の国の施策と、相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために、必要な施策を推進するように努めるものとする、第4条2項。厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する、施策の基本となるべき、方針。 短時間労働者対策基本方針定めるものとする第5条1項。現在、平成27年度から平成31年度までの5年間を期間とする短時間労働者対策基本方針が策定されている。短時間労働者対策基本方針は短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならず、厚生労働大臣は 短時間労働者対策基本方針を定めるにあたっては、あらかじめ労働政策審議会の意見を聞かなければならない。第5条3項、4項。短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。第5条2項。厚生労働大臣は、第6条第14条に定めるもののほか、第3条1項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する。 措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする第15条。現在、事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針、平成19年厚生労働省告示第326号が告示されている。事業主は、その雇用する短時間労働者について、 その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び、通常の労働者への転換の推進関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保等を図り、当該短時間労働者が、その有する能力を有効に発揮することができるように、努めるものとする。 第3条1項事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする第3条2項事業主がその雇用する短時間労働者の待遇を当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、 当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の、業務の内容及び、当該業務に伴う責任の程度、以下、職務の内容という、当該職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。短時間労働者の待遇の原則、均衡待遇、第8条。その他の事情のうちいかなるものが、 不合理と判定されるか否かの具体例は厚生労働省がガイドラインとして示している同一労働同一賃金ガイドライン案平成28年12月20日事業主は常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するために 必要な知識及び経験を有しているとめられるものの、うちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するように努めるものとする。第17条、規則第6条第7条。短時間雇用管理者を選任した事業主は当該短時間雇用管理者の氏名を事業所の見やすい場所に掲示する通して、その雇用する短時間労働者に周知させるよう努めるものとする。 平成26年功労を告げ93号。事業主は短時間労働者を雇い入れたときは、速やかにこの法律の第9条第13条、口実の項目により、講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない第14条1項。また、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、この法律の 第6条、第13条、第8条は除くにより、措置を講ずべきこととされている事項に関する決定を、するにあたって了した事項について、当該短時間労働者に説明しなければならない。第14条2項。事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備。 しなななければならない。第16条。事業主は短時間労働者を雇い入れたときは速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法で定める事項以外に、厚生労働省令で定める以下の事項、特定事項にいても、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法、ファックス、電子メールにより明示しなければならない。 第6条1項、規則、第2条。違反者は10万円以下の過料に処せられる、第31条。特定事項以外の事項についても、文書の交付等により明示するよう努めるものとされる、第6条2項。事業主は、短時間労働者に係る事項について、就業規則を作成し、または変更しようとするときは、当該事業所における短時間労働者の過半数を、 代表すると認められる者の意見を聞くよう努める、物取れる、第7条。以下の要件をすべて満たす労働者、すなわち通常の労働者と同志すべき短時間、労働者については、賃金、教育訓練、福利厚生施設その他の待遇について、短時間労働者であることを理由として、通常の労働者との間で差別的取り扱いをしてはならない、均等待遇、第9条。 平成27年の改正により、無期雇用契約の要件は削除された。事業主は、その雇用する第9条に該当しない短時間労働者については、以下の措置を講ずることとされる。事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験等を勘案し、 その賃金を決定するように努めるものとする、第10条。ここで言う、賃金には、以下のものは含まない、規則第3条。事業主は、通常の労働者と同志すべき短時間、労働者のみならず、職務内容度を一短時間労働者についても、通常の労働者に対して実施する教育訓練で、あって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に、 必要な能力を付与するためのものについては、職務内容度を一旦時間労働者がすでに当該職務に必要な能力を有している場合、その他の厚生労働省令で定める合わせを除き、実施しなければならない第11条1項。厚生労働省令で定める場合とは、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者、 第9条に規定する通常の労働者同士すべき、短時間労働者を除くが、すでに当該職務に必要な能力を有している、場合とする、規則第4条。事業主は、全項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して、 教育訓練を実施するように努めるものとされる第11条2項。事業主は通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって健康の保持または業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの、給食施設、休憩室、更衣室。規則第5条についてはその雇用する短時間労働者に対しても 利用の機会を与えるように配慮しなければならない。第十二条。事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。第十三条一項。事業主は、以下の事項に関し、短時間労働者から苦情の申し出を受けたときは、苦情処理機関、事業主を代表する者及び、 当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情処理するための機関を言うに対し当該苦情の処理を委ねるとその自主的な解決を図るように努めるものとする第22条都道府県労働局長は上記の事項に関する紛争に関し当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき 援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導、勧告をすることができ。第24条1項、調停の申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認める。時は、紛争調停委員会に調停を行わせるものとする。第5条1項。事業主は、援助を求めたことまたは、調停を申請したことを理由として、 当該短時間労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。第24条2項、第25条2項。厚生労働大臣、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとするは、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、 必要があると認めるときは短時間労働者を雇用する事業主に対して報告を求め、または助言、指導もしくは勧告をすることができる第18条以降、規則第8条。厚生労働大臣、都道府県労働局長に認可は前期の1から6及び第16条の規定に違反している事業主に対し勧告をした場合において、 この勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる第十八条二項。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。